2019年9月14日から2020年5月3日まで開催される予定だった B3 リーグの第4回目のシーズンである。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2020年3月27日にシーズン途中での打ち切りが発表された。2019から20シーズンの B3 は12チームで行われる。今シーズンの方式は以下の通り。 2020年2月26日、2月24日に示された新型コロナウイルス感染拡大についての国の専門家会議の見解を受け、2月28日から3月12日にかけて開催を予定していたリーグ戦の開催延期を発表した。対象となるのは計28試合となる。3月5日、新型コロナウイルス感染拡大についての さらなる状況変化を踏まえ、公共施設が使用中止になっている地域があること、練習会場が確保できないクラブがあることから、13から15日に開催を予定していたリーグ戦の開催延期を決定した。対象となるのは、計10試合。同月16日、延期分の2月28日から3月15日の試合、3月21日から29日に開催を。 予定していたリーグ戦の開催中止を決定。その後、3月27日、リーグ戦の開催中止が発表された。対象となるのは、計60試合であり、中止に伴い、同シーズンの終了も合わせて発表された。東京エクセレンスが B にライセンス不交付となり、B3 から B2 に昇格チームが出るため、昇格チームは4月に決定。 B2 ライセンス交付となった B3 クラブから1クラブが B2 に昇格することになる。2020年4月24日、理事会において2020から21シーズンにおけるクラブライセンス交付の決定が発表された。B3 からは岩手、埼玉、岡山、佐賀の B2 ライセンスの交付が発表された。これに伴い B3 勝率1位の佐賀は B2 に昇格することになった。さらに、2020から21シーズン終了後の昇降格に関し、B2 と B3 県での昇降格がないことも合わせて発表。これにより、B2B3 入れ替え戦は実施されないことになる。2020年7月8日に、東京サンデーブスがコロナ禍で主要スポンサー企業の撤退。 倒産等の影響で2019から20シーズンの支払いが滞り、2020から21シーズンの運営資金の目途が立たなくなったため、B3 リーグ戦への参戦を断念することを発表。2020年4月6日に個人表彰が発表された。ありがとうございます。